食感がいいかな。県外の人のお土産には決まって、ナッツがたくさん入ってて美味しいです。さつきがせです。さつきがせです。さつきがせです。1年通して、やっぱ同じ味、同じ食感を保つにはやっぱ毎日毎日気温やら湿度が変わっていきますので、細かい調整、その状態を見てやらないといけませんので、実際に触ってみないと、やっぱ硬すぎるとやっぱ焼いた時に全然伸びなくて割れたりとか、ちょっとロスの方が出てしまいますので、やっぱちょうどいい柔らかさにしないと美味しい攻めができない。まさに最初は全然分からなかったんですけど、やっぱやってるうちに、まあ、こんなもんかなっていうのは、あれは機械じゃやっぱ絶対できないですね。私どものこのさつきがせという商品なんですけれども、風味としては非常にクッキーに近い風味を持っております。ですから、まあ、もちろん日本茶はもちろんですけれども、紅茶、コーヒーなど気分に合わせて、飲み物を変えていただいて、楽しんでいただければと思います。やはり大元になる原材料自体のそのクオリティですね、あとはその製造工程におけるその技術を日々鍛錬の上に成り立っていると思います。お客様のその趣味嗜好というのは時代に合わせて変化しておりますので、私どもの製品もまたその味に関しましては、ずっと同じものではなくて変化をしております。